復興道路として整備された三陸沿岸道路の全線開通によって周辺を通る一般道の渋滞が緩和されたことが分かりましたこれは東北地方整備局や自治体トラックやバスの事業者団体で作る渋滞対策協議会で報告されました三陸沿岸道路は去年3月県内の全線が開通しましたが整備の目的の一つが 一般道のの渋滞の緩和です仙台河川国道事務所が仙台から気仙沼までの主な渋滞地点35か所を調べたところ沿岸道路の整備によって東松島や気仙沼など5か所で渋滞が解消し他の地点もおおむね緩和傾向にあることが分かりました最も効果が出ているのは気仙沼の国道45号で2015年と 全線が開通した去年を比べると平均速度は時速27.2キロから41.4キロに上がり交通量も減って6割ほどになりました経済効果としては企業誘致の加速が挙げられています県内では石巻市や気仙沼市など三陸沿岸道路の沿線に水産加工業を中心に工場の新設が158件、 増設が18件あったということです。